私の実家は人参農家だ。はい、どうぞ。ありがとう。おいしそう。食卓にはいつも人参。いただきます。おいしい。うん、おいしい。よかった。父はいつも泥だらけ。いってらっしゃい。お腹すいた。私も。うわ、人参だ。人参嫌い。私も。人参おいしいよ。どうしたの？人参嫌い。行ってきます。行ってらっしゃい。あ、もうめっちゃお腹すいた。かのこのお弁当野菜多いね。なんかおばあちゃんの料理みたい。え、かのこうち農家なんだって。今度遊びに来た。なんで人参なんか。でもうち汚いし。いやいや、そんなの。お母さん、もうお弁当に人参ばっかり入れるのやめて。私恥ずかしい。何が恥ずかしいの？お父さんが一生懸命作った人参なの。恥ずかしいの。私も一生人参食べないから。この日から私のお弁当には人参が入らなくなった。この子の弁当いつもより豪華だね。そうかな。うん。結婚させてください。よろしく。はい。乾杯。乾杯。ここで本日のお料理について新婦のかなこ様から皆様にご説明がございます。かなこさん、よろしくお願いいたします。本日はお忙しいところをお集まりいただき誠にありがとうございます。お食事の前に一つだけご紹介したい料理があります。今目の前にパンが並んでいると思うのですが、赤みがかったパンには私の実家で採れた人参が入っています。ルパンの職人さんにお願いして作ってもらいました。オリジナルブランドのルパンございまして、お二人の希望に沿ったパンやスイーツなどご用意が可能でございます。希望に沿ったパンってどんなパンが焼けるんですか？はい、例えばこういった形のパンを作りたいであったり、何か生地に練り込みたいというものがございましたら、ぜひご要望お伺いできればと思います。私の父が一生懸命作った世界で一番おいしい人参です。ぜひおいしい料理と一緒にお楽しみください。お父さん、今までありがとう。